私あのフード男に。サティ、無事だといいけど。ダメだわ。私の力じゃ外せそうにないわ。ここどこかしら。どこかの収容所みたいだけど。何？一体何なのよ。ちょっと、あなたたち一体何なの？それにここは一体どこなのよ。押さないでよ。ここは一体。ひどい。何なの、ここは。
霊の養成所？どこかにさらった人たちを収容している施設があるって噂は聞いてたけど、まさか本当に存在しているなんて。こんな非人道的なことが許されていいはずがないわ。その人たちをすぐに解放しなさい。何がおかしいの？自分たちが何をしているか分かっているの？なんで私の名前を？つまり、ここは帝国領なのね。いきなり何するのよ。今度は一体何を？奴隷の楽園ね。私、奴隷にされちゃったわ。とにかく、ここから逃げ出さないと。こんな人を人と思わない施設、絶対に許さないわ。やっぱり
ダメね。この鎖は私の力じゃびくともしないわ。どうしよう。私に何か用？何？どういうこと？とにかく助かったわ。それであなたは何者なの？なぜ私を助けてくれたのかしら。どういうことなの？妹ってディアナのこと？あの子は私と一つしか違わないのよ。そんな子に精霊石なんて使ったら。ごめん、お父様らしいなと思って。分かったわ、お父様のことは私に任せて。でもお父様の頑固っぷりは筋金入りよ。一度そうと決めたらてこでも動かないわ。一応話はしてみるけど、もしもの時はお父様のことをよろしく頼みたいわ。さてと、じゃあ警備の薄い出口とか
秘密の抜け道とか教えてもらえるかしら。え？じゃあどうやってここまで来たのよ。随分と厳重ですこと。でもそれじゃ牢屋から出してもらっても逃げ場がないじゃない。つまり死んだふりをして外に逃げるのね。水路まで行って誰にも気づかれないように棺に忍び込んで、私やお父様と気づかれず流してもらう必要があるわけね。わかったわ。牢から抜け出して逃げれるのは深夜だけ。今は剣も鎧もないし、見張りに見つかったら即アウトってわけね。それでお父様が囚われている牢の位置はどのあたりかしら。わかったわ。いろいろとありがとう。必ずここから逃げ出してみせるわ。お父様？お父様、そこにいるの？ご無事で何よりです。そんなことより今はここから逃げ出すことが先決です。私と一緒にここから…あ、でも、鍵が…少し待っててください。すぐに鍵を探して、ここを開けます。お父様？でも、ここにいたらいずれ彼らに殺されてしまいます。
変わらず頑固者ね。私の言うことなんて聞いたことないんだから。奴隷施設は帝国が。分かったわ。必ず助けに来るから、それまで死んだら許さないのよ。もう、嫌なの必ず助けてみせるわ。こんなところでもお父様に会えてよかったわ。声を出さないでもらえるかしら。うんうん、物音がしたから覗いただけ。特に用はないわ。ええ、そうさせてもらうわ。セラって帝国領じゃない。見つかったら連れ戻されちゃうわ。なるほどね。木を隠すなら森ってわけね。でも私、セラに行くようなんてないわ。急いでセルウェイに戻らないと。ええ、これでも私はセルウェイの傭兵よ。デモス議長に今回のことを報告に戻らないといけないわ。
何？何なのよ。私何か変なこと言ったかしら。戻るなってどういうことよ。ちゃんと説明しなさいよね。はあ？セルウェイと帝国は友好関係だから当たり前じゃない。言わないで。デモス議長がそんなこと。会えばいいのね。あなたの言うことを信じたわけじゃないわ。あなたの言うことを確認してからセルウェイに戻っても遅くないからよ。それで、セラでレオンという人に会って、なんて伝えればいいのかしら。わかったわ。今話してくれたことを伝えればいいのね。やっぱりサティなのね。あなたも囚われていたのね。あいつ。ダメだわ。鍵がかかってて開かない。待って、どこかに必ず鍵があるはずよね。バカを言わないで。あなたを置いていけないわ。わかったわ。
あなたのお父様と同じ考えなのね。今はあなたを助け出せる力がないけど、必ずあなたを助けに戻ってくるわ。あなたを必ず守ってみせるって誓ったもんね。だから信じて待っててくれる？ここがキリケの言っていた地下水路ね。どこかに脱出できる場所があるはず。だけど、この格好じゃ脱出できても心もとないわ。どこかに鎧と剣、せめて服と武器になるものがあれば。見張りがいるわ。今は避けて通った方が良さそうね。別の道を探しましょう。何か入っているわ。ガラクタばかりだけど、使えそうなものはないかしら。私は名剣だったのね。それでこっちはカビ草。こっちもまた随分と古びた鎧ね。それに私には少し重いかも。でも贅沢を言っていられるような状況じゃないわね。これで我慢しましょう。ないよりマシね。これなら見張り兵くらいは一対一ならどうにかなりそうだけど。荷物を全て取り上げられてしまっているから回復アイテムもないし、戦闘はできるだけ避けたいところね。できるだけ戦闘は避けつつ、出口を目指しましょう。
ャンスだわ。兵士たちが休憩しているうちに、あの棺のどれかに隠れれば、そのまま水路に流してもらえそうね。ここはまだ入っていないみたいね。彼らが戻ってくる前に、中に。入るとか嫌だな。迷ってる場合じゃないわ。